今日はですね、セブン銀行より、定時株主総会招集ご通知というのが届きまして、パラパラめくっていたんですけど、ちょっと気がついたこと、僕ちょっとこちらセブン銀行の株主歴は、短いんですよ。初めてこういう、株式関係の書類を受け取ったんですけれども、これが連結の損益計算書ですね。どういうとこで稼いでるか。これですか、この辺ですか。ATM 受け入れてする量。やっぱりこの ATM の、他の銀行さんのお客さんが、セブン銀行の ATM でお金を下ろしたときに発生する金額ですね、手数料ですね、これが一番収入の柱で、経費が営業経費を引いたのが、383億円ですか。やっぱりこう ATM 手数料っていうのが、儲けの源泉ですね、セブン銀行さん。で、こう4年分の経常利益、経常収益、経常利益、純利益ですね。順調に伸びてます。そんな、ものすごい伸びじゃないんですけれども、順調に伸びてますね。2014年からだと、50億円、45億円ぐらい増えてるんですかね、4年で。立派な、成績だと思います。で、パラパラめくってるとですね、社長さんがですね、所有しているセブン銀行の株式が23万株も持っていらっしゃいますね。結構いい傾向ですよね。ナンバー2の方も19万株。これって23万株、8000万近いんじゃない349円だったと思うんで、23万1400、8000万円ぐらいですね、時価に直すとね。相当数の自社株持ってらっしゃいますね。そういうことで、株主と、利害が一致するっていう、こういうとこもいいとこだなと思いました。ちょっとだけ気になるのはね、マイナス金利の影響で、結構ATM 手数料を渋り出した銀行が出てきたんですよ。そういうのがね、この収益の柱のこの ATM 手数料を減らしてしまうんじゃないかなっていう懸念があるんですけども、逆に言うと、そう、マイナス金利が終われば、ここはまた順調に伸びていくってことですよね。いずれマイナス金利も終わるんじゃないですかね。しばらくは続くと思うんですけれども、それまでの間に、株数、持ち株数増やしていくのもまた戦略だと思いますしね。僕はゆっくりゆっくり、
少し増やしていこうかなと思ってます。はい、今日はセブン銀行さんの定時株主第17回定時株主総会招集の通知が来て、いろいろ、思ったことを喋りました。ご視聴ありがとうございました。